これ？新しいメモばかり。どこにもないなら、作ればいい。それだ。やろう。いいか？今から話しかけるんじゃないぞ。集中するからな。ふぅ。本物は見たことないけど、写真のとそっくりっぽい。写ってる部分が小さくて時間かかってしまったが、これでいいだろう。突っ込まれた時は突っ込まれた時だ。行くぞ。すっげえ能力だな。よし。行こうか。だいぶ整っただろう。ねえ、犯人は分かったの？いろいろ聞き回ってるけれど。ああ、はい。今から順を追って説明します。連絡のやり取りを頻繁に行っていたメイドがいたのは確かですね。そのメイドって？左手の手の甲に赤い雲のタトゥーがある方。このタトゥーは、この街の近くにあるスラム街を拠点として活動するギャングのものです。ギャン取引をしていたね。あそこのギャングのリーダーはお金さえ払えば何でもやりますからね。黄金の秘宝もギャングの力を借りて手に入れたものだと思われます。そのメイドですが、あなた方のメイド服を着ていた。この形のメイド服を着ているのはあなた方4人のみと伺いましたが、正しいですか？ええ、そうですよ。多趣味ね。多趣味？メイド？猫耳？変態？なるほど。ありがとうございます。そして、こちらにあるメイド服。こちらのポケットにある宝石が入っていました。ポケットにね。てか、ほんと全く触れられなかったよね、今。猫耳とかいろいろ言ってたけど。エフィちゃん。大きさなどからかなり値打ちのあるものでしょう。そして、こちらが書かれたと思われるメモ。今日もありがとう。またあそこにあれを置いたよ。これは投資者様の字で間違いないでしょうか？ええ、確かに。この癖のある、艶やかな字は、ご主人様のものだわ。このメモのあれとは内容から見るに報酬のことでしょう。このメイドとはよくやり取りをし、その謝礼に報酬を送っていた。その報酬がこのメイド服に入った宝石とすれば、ここまでの話が繋がるかと。それで結局そのメイドって誰のことなのよ。そうよ、結論から言いなさいよ。このメイド服を着ている4人の中、そしてこのサイズを着用しているのはポニーテールの方、そしてボブカットのお二人のみ。私は違うわよ。私だって犯人じゃないわ。だってタトゥーも見つからなかったんでしょ。はい、しかしこういったものは見つかりましたよ。あ、それってさっきのメモの続きとかです？そうですね。うん、秘宝を手に入れた謝礼はまた後日リーダーと。こちらは相手のメイドのものです。犯人がお二人に絞られた今、どちらが書かれた字かは容易にわかるのでは。これあんたの字じゃないの？鋭い。そうですよ、これあなたのじゃないですか。というわけで犯人はあなたで間違いはないでしょうか。でもタトゥーが、先ほどは言いませんでしたが、ファンデーションなので隠している可能性もありますよね。クレンジング料なら私のポケットの中に入ってるわよ。どうします？試してみますか？認めたな。ちゃんと処分しとけよって言っておいたのに残してるなんて、あいつの頭の中も猿なの？わー怖い、わー怖い。あんなやらかもひかん男は興味なんてないっての。うちのリーダーの方がよっぽど男前だわ。あんたら趣味悪すぎよ。犯人が分かったところでもう一つだけね。毒だったんだよね、ベリーベリーストロベリーさんに聞いたところ。これは一体どういうことですか？ああ、それリーダーに渡せって言われて毎日もひかんに渡してただけだよ。最近入金が滞ってるみたいだったし、それじゃあ毒を盛られても文句は言えないんじゃない？本当にギャングの仲間なのね、あんた。洗濯も掃除もろくにできないわ。歩き方も下品だわね。すごい、すごく修羅場です。うん、
これで食べられるようになったんじゃない？あー、目玉。ロリコンか。むしろシドの好物、いや、なんでもないです。よし、じゃあ。いいんじゃないかな。嘘。あ。俺全然レベル上がってない。やばい、これ。今回はちょっと大変なことになりそうですが。まあ、大丈夫じゃない？多分大丈夫じゃない？これはちょっとこれは大変なことになりそうですね。倒せたんだけど、無理じゃねえって思いながらやってたんだけど。爆発した、自滅した、やったねー。危ねえ。シドに関しては死んでいた。戦闘不能になっていた。うん、口直しよう。俺も口直しのアイスが食べたい。ちょっと、コンビニ行ってこようかな。あー、上に行けるようになったってことでいいのかな、これは。いなくなってるね。あー、寝る。アイテムめっちゃ消費しちゃった。やっちまったなー。まあでも、今増えたのか。なんでね、ここまで焦ってたかと言いますと、俺ここまでセーブ一回もしてないんだよ。そりゃ焦るわ。よくここまでセーブしなくてやったわ。さて、じゃあ、時間もいい感じなんで、一旦ここで区切ろうかなと思います。じゃあ、このあたりのちっちゃい嘘たち倒しておいて、じゃあ次回、おお、また出てきた。次回、この屋上かな？上を探索していこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。一応ですね、一通り倒しては見ようとはしたんですけど、こうやって出てしまって消えないんですよね。何度倒しても。うん。だから、放っておくしかないのかな。とりあえず、まあ、レベルの方はこんな感じに上がっております。じゃあ、上行くしかなさそうだね。行きましょうか。あれ？どうした？またドロドロになってるな。また戻れそうにないね。進むしかないな。せやな。ん？いや、また会ったね。調子はどう、兄さん？さっきもだが一体何なんだ？俺に兄弟なんかいない。お前の兄さんなんかじゃねえぞ。へえ、本当に忘れてる？あの時と比べて僕がだいぶおしゃべりになったからかな。あれから随分時間が経ったよね。ならこうすれば思い出せるんじゃない？ね、テオ兄さん。お前、シリルか？あの三人の一人だよね。ってことはもう一人も、いるのかな？あはは、やっぱりちゃんと覚えてるじゃないか。そうだよね、イーノス兄さんのことだって覚えてるみたいだったしね。お前ら最初からグルだったのか？さーてどうかな。どっちだってもう兄さんには関係のないことだし。裏切り者。何も言う気はないみたいだね。まあいいけど。そっちのドラゴンの子、大丈夫？随分と聞いてるみたいだけどさ。うまくいきすぎて怖いくらいだな。力の制御がうまくいかないのって。うん。初めて会った時、耳鳴りのようなものしなかった？
君の力を不安定にする超音波を出したんだ。ここまで嘘が溢れてるのは人間のせいだけどね。お前の目的は黄金の秘宝じゃなかったのか？こいつの力を不安定にしてお前に何の得があるんだ。確かにな。一応怪盗だからさ、宝はちゃんと盗まないといけないだろ。何か別の目的が？これ偽物っぽいけどね。見てわかんなかったのかな。裕福なやつは見る目がないね。今回お宝はメインじゃないんだよ。あの時俺を恨んでるかって聞いてきたよね。手お兄さんは察しがいいからもう気がついてるんでしょ。嘘をつくと疲れるだっけ。なんで手お兄さんは疲れないのかな。その嘘にまた嘘を重ねてあやふやにしてるのかな。嘘にまた嘘を。つまりはごまかしてるという、ごまかしているだけだ。いつ崩れてもおかしくはない。大丈夫だよ、僕が手伝ってあげるからさ。手伝う？ん？一応シェリル名義じゃなくて怪盗って出てますね。まあ倒していきましょうか。とりあえずは能力アップしつつトリプルナイフで押していく。あ、全然いけそうですね。大丈夫だ。ん？なんだ？あ、びっくりした。なんか大技かと思ったけど、そうでもなかった。よかったよかった。じゃあこれで大丈夫でしょう。 OK。 なんだ？なんだ？ギャング様がこんなガキの溜まり場に何のようだ。こいつらが銃を盗んだ？おい。さあ、何のことだか。人違いじゃないのか？なら俺がそのリーダーと話をする。だからこいつらは一旦ここにいさせてくれ。逃げねえよ。この辺りはそっちの縄張りだろ。逃げ場なんてないさ。俺たちのミスなんだから俺たちも来なくていい。ここで待ってろ。マジか。シドが嘘に疲れてる？いいか、これ以上近づくんじゃねえ。脆いもんだね。さあ、あと少しかな。そのための時間は稼いであげるよ。いなくなっちゃったなぁ。一人ぼっち。嘘つかれるの我慢してたのかな。守るって約束した。助けに行こうか。まあ倒しても倒しても消えないタイプなんだろうな、また。どうだろうね。一人で行動ってことだよね、これは。つまり通れそうにないってことはこの部屋かな。一人で行動心配だよな。二人行動ならね、このレベルでも大丈夫そうだと思うんだけど、一応倒してはいくか。どんなもんぐらい。でも全然倒せるぐらいなんだね。この通りまだ消えないですよね。じゃあ一応一通りぐらいはやっておきます。よし、まあこんなもんかな。一応レベルの方はもうすぐ10ってところですね。ではセーブをして進めましょうか。待て。だよね、ここは入れないよね。で、この辺は、大丈夫か？なんだこの部屋は。鍵だ。紙？でも真っ白だな。こういう時は、火で炙る？水に浸す？逆さまにしてみる？だっけ？で、この鏡は？ん？
あ、なんか なんかいい感じの順序で俺調べてた、もしかして。8108。この鏡。この紙、鏡に映したら文字が見える。8108？ これは？あー、なるほどね。じゃあ、ちょっと回復しましょうか。この辺は大丈夫かな。お、入れる。いて。これトゲトゲ。押そうとしたら刺さっちゃう。うん。刃を恐れず。恐れず行ってみよう。もう一回。あ、ダメか。なんだこれ。先を見通し。ってことは、この先になんかあるっていうことだよね。で、こっちは？影に身を任せ。うん。これは何だろうね。ああだよね。なんか数字出てきてさ、ここまで何もなかったから。なんだっけ？確か、でも、鏡に映ってるから逆なんだよね。8108だからこうか。オッケー。わぁ！嘘でできてたんだ。びっくりした。おい、びっくりしたよ。やった、通れましたよ。おめでとう。ごめんなさい。ごめんなさいです。初仕事でなんでこんなことになるんですか？これがブラック企業というものですか？お、あら、全員集合？嘘の塊には私たちの攻撃は効かないからな。ドラゴンの能力同士だと相性が悪いんだろうか。あ、そうか、そういうことか、あの三つのヒントって。今、ふと思ったんですが。影は、副隊長だよ。トゲは、多分、隊長。で、見通しは、このベリーベリー、ストロベリーアイリスだよね。そういうことだよね。あれ、隊長さんたち？おや、お嬢さん、ここにいたのか。君の主の方は見当たらないが、どこかに行っちゃった。君を置いてか？あ、でもね、違うの。私が近づいたら危ないから、シドから離れていったの。多分、だからね、シドには怒らないで。アイリス、あいつが今どこにいるかわからないか？分析できるか？はい、しばしお待ちを。しかし君は大丈夫なのか？現在もこの泥のような嘘は増え続けている。つまり君は、今、力を使いっぱなしの状態だ。危ないんじゃないか？少しだけフラフラする。危ないの？ドラゴンは体は人より丈夫だが死なないわけではない。ナイフでも何度も刺されればいずれ死ぬ。寿命だけなら人の約2倍とも言われているが、これも定かかは不明だ。あとはもう一つ、能力を大きく解放したとき。つまりは力を使い果たしたときだ。まだ小さいうちなら使える量が限られている。暴走なので、必要以上の力を解放してしまい命を落とす子供のドラゴンもよくいるんだ。上の階にいるか。他の生体反応もある。怪盗さんかも。その人が超音波で制御を外したって言ってた。超音波。その怪盗ならば、君を元に戻すことも可能であると言えるだろうか。うん。さっきはどうやって来たの？確かに。先ほどまでも泥が不安定で通れなかったんですが、突然泥の動きが止まったので、通れそうな場所をブレッド様の力で通ってきました。うん、嘘あったよね。それを解いたらアイリスさんが出てきたから。なるほど。その嘘の鍵というものを解けばまたこの辺りの泥の動きも止まるかもしれません。なるほどね。結局はあの鍵やらないと、ことは進まなかったわけか。そういうことね。では、できることなら私たちも手伝いをしよう。手伝いとは？ここにも二人ほどいた方がいいな。では、君についていくのは一人だ。おお！選べるってことかな。って言っても、これなんかもう必然的に全員の力が、いりますよね。じゃあ、
ベリーベリーストロベリーさんから、ここだっけ、先を見通し、うんだよね、うん、分析してもらいましょう。何も見えない、大丈夫です、お任せください。ぐぬぬ、まるで威嚇を、なんでもないです。おー、割となんか入り組んでたんですね。私と手を繋いでる間、視界などを共有できますから。さあ行きましょう。へえ、そういう能力もあるんだ。おお、びっくりしたよ。戦えないのか。じゃあとりあえずは進んでいくしかなさそうですね。大丈夫かな、普通にぐる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 って回ってるだけだけど。よいしょ。いちいちびっくりするんだけど。ここは何かある。おお、チョコプチシュー、いちごキャラメル、これか、あった、やりましたね。これは食べられそうなやつですか。うん、食べる、パク、よし、任務完了ですね。うん、そうだ、アイリスさんも子供の時ケーキ隊に保護されたの。ええ、そうですよ。じゃあ人間は嫌い。いいえ、私の生みの親、おじいさんだったんですけど、一緒に探検をしたり知らない植物を調べたりして、すごく素敵な人でした。なるほどな、それで多分分析の能力ってことなのかな。あれ、いい人といたら保護されないんじゃないの。悪い人に殺されちゃいました。私をさらってどこかへ売るつもりだったみたいです。嫌なこと思い出しちゃった。いいえ、大丈夫です。ニール様やブレット様が助けてくださいましたし、今はそのお手伝いができていますから。うん、みんなの憧れって感じなのか。でもブレット様はちょっと違いますかね。子供たちからはちょっとしたホラーとして恐れられている。うん、どういうことだろうね。なるほどね。いきなり床から現れたり壁から出てきたりするからね、そりゃびっくりするわ。そりゃ子供泣くわ。私も小さい時は17回ほどびっくりして泣いちゃいました。めっちゃ細かいな。なるほど、そうだったんだ。でもお二人とも昔みんなの憧れで目標なのです。私も頑張らなくては。うん、私も頑張る。なるほどね。これは？あー、なるほど。戻れるのか、これで。よし。じゃあ、せっかくなんで、隊長は一番最後にしましょうか。次は、ブレットさんで。ここですね。